シホニャンの熊の天女座チャンネル。はい、シホニャンです。今日は柿内大徳さんのラモシオンにお邪魔しています。ここは松坂市ゆず原町にあるギターショップです。柿内さんが集められた400から500のギターがずらっと販売されています。これはなんと江戸時代のギターということです。1862年、今から158年前のマーチンの 1-28 というボディの材が幻の計らんだペグが象牙という博物館行きの珍しいギターだそうです。大徳さん、ラモ君にお話を伺いました。こんにちは、楽器のお店ラモションの店長の柿内大徳です。こんにちは、僕は次期店長のラモ店長ラモです。僕たちはですね、親子で、横にいるのが、ラモで、楽しく守るという感じで、今年25歳になる長男なんですけど、長男の名前をですね、バンドの名前にしてアルファベット表記で大文字で RAMO ラモという。でこれは何を目指しているかというと、やっぱり僕たちがやっぱりね、自閉症の、子供が、ね、2人いて2人とも自閉症ということで、あまりにも日本ではその誤解されているということで、なんかこう誰にでもあるようなこううっすらと、ある差別とかですね、偏見とか思い込みとかいうのをですね、できるだけシンプルな音楽で、なんか見える化ですよね、可視化したいなと思って音楽を利用して あちこち回って、もう12年になります。で僕がギターで、ラモがパーカッション、打楽器と、はい、カホンとかパーカッションやってます。柿内さんにお会いするまで、私は自閉症イコール引きこもりだと思っていました。それが大変な誤解だったわけです。自閉症というのは脳の障害で、精神的な病気ではありません。ラモ君が生まれて4歳の時に自閉症だと診断されて、奥さんは頭が真っ白になったそうです。しかし大徳さんはラモ君の良いところを見て、最高の子供だと感じていました。ラモ君とシオン君、どちらも自閉症で、2人とも目を離すとどこかに行ってしまうので、本当に大変だったみたいです。でも大徳さんはラモさんがいたからこそ生きられたと言っておられます。お二人は自閉症のことをきちんと伝えるために、あちこちでコンサートを展開しています。人はそれぞれ違います。長所もあれば短所もあります。全く瓜二つの人間がいるとしたら、それはクローン人間でしかありません。だからラモ君は単に自閉症というだけで、それは一つの個性なのです。自閉症の子供を抱えるご両親はノイローゼになるみたいですが、ラモシオンさんたちの演奏を聞くと勇気100倍です。大徳さんに障害を持った子供たちの自立支援ということでお話を伺いました。こういう特別支援学校でこういうものを作ってもうたりするんですけど、でもやっぱりその作ってる人たちに言ってるのが、やっぱりメーカー品とかそういうのに負けるようなものは絶対に作りたくないし、作ってる本人たちがね、一番嫌なんですよね、やっぱりね、あの子たちの目を見てるとね。でやっぱりほんまにこれがええから欲しいっていうものをになるまで、僕はもう突き返すんですよ、何回でも。で突き返して、ほんまにあこれはええなっていうのだけ、その一応うちの店で販売というねことで、CD でも他でもそうなんですけど、障害者がそういうふうにね、作った CD とかそういうのは、今までの、パターン、昔のねパターンやと、なんか買って、あこれ寄付したらね、買ってやるみたいな感じで買って、家で一切もう聞いてないという。いうような感じのものがよくこう
見受けられたんで、ひどい人はあのブックオフで売ってしもとるようなとこもあって、よく 見かけるんですよね。やっぱそういうのは絶対嫌なんでね、同じテーブルの上に乗せて、やっぱりほんまにええからこれが欲しいんやっていうぐらいのレベルにね、まあ、作ってもらおうとしてます、はい。ラモ君は今ギター修理をしています。大徳さんは自閉症の子どもたちをギター修理の職人さんとして育ててみたいそうです。そしてその子たちが独立してギター修理のショップを持つことが夢と言っておられます。弟のシオン君はサオリ織りをしています。とても美しい織りですよね。ラモ君はとても優しい子で、トンちゃんが麻痺になって入院してる時に早く歩けるようになりますようにということで、この絵を描いた運動靴を送ってくれました。お二人のコンサートは本当に心に染みてきます。ラモシオンで歌っていただきました。悔しくても負けない心を持った何回でもやり直す君を見た周りの子は自分を高く見せようとラモシオンさんでは浜口雄二さんのライブなどを行っておられます。近々私たちも演奏に伺いたいと思っております。ではおまけに柿内さんのにゃんこすごい技を持っているのでご紹介します。コビ18歳メスです。特技はこっちが言ってることをよく聞いてます。にゃん。にゃん、にゃん。にゃん、にゃん、にゃん。よく喋ります。にゃん、にゃん。ラモ君は爬虫類が大好きということで、爬虫類カフェに行った時のお写真だそうです。にゃんこちゃんもすごかったですね。テレビに出ればいいにゃん。はい、今日はラモシアンさんをご紹介させていただきました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。